今年11月に引退する初代新幹線ゼロ系。夢の超特急は昭和という時代を駆け抜けた。ゼロ系登場から44年、新幹線には次々と新型が登場。後継車両に第一線のレールを譲ったゼロ系は、9年前から各駅停車こだまとして新大阪博多間のみの運行を続けていた。そして今年11月、ゼロ系はついにその歴史に終止符を打つことになる。このゼロ系新幹線は今速度は最高速度220キロということで、今ののぞみの285キロや300キロといった最新のものに比べるとやはり見劣りするものになっております。今のニーズにだんだんと合わなくなってきているということだと思います。ところが引退が決まると、にわかにゼロ系人気が再燃。混んでいて好きなので、でも私たちも乗った世代なので買おうかなと。ゼロ系メモリアルグッズは売り上げ好調。さらにはゼロ系に乗るさよならツアーまで登場。人気を呼んでいる。引退を惜しむファンでごった返すプラットフォーム。その中に、あれ、この人は、これが製造メーカーの印なんですね。67番目の編成っていう。と嬉しそうにマニアックな鉄道知識を披露するのは、ウェークアッププラスのコメンテーターとしてもおなじみの政治学者岩井智明教授だ。その襟元には鉄道のバッジ。実は岩井さんは熱狂的な鉄道ファン、世に言うてっちゃんなのだ。鉄道グッズのコレクターでもあり、歴代新幹線のピンバッジもこんなに。200系とか400系。岩井さん、新幹線には特別な思い出があるという。当時のゼロ系には軽食などが出るビュッフェがあり、その壁に備え付けられた速度計で世界一のスピードを確かめようと多くの人でにぎわった。新幹線が通ったところが非常にやはり発展をしたということで、新幹線効果というふうに言われるようになって、高速道路以上の大きな役割を果たしたと思いますね。車両を支える台車は高速運転に耐えられるように頑丈な設計を施され、その後の歴代新幹線の基礎となった。ゼロ系には全ての車両にモーターを搭載、動力を分散し無理なく速く走らせるための工夫が凝らされている。さらに高速鉄道では世界で初めてとなる自動列車制御装置 ATC が導入された。